こんにちは、パソコンのですね、キータッチだけでね疲れてしまう、これはですね、当然、まあ、細かく使うっていうこともあると思うんですが、まあ、あと電磁波の問題だとかも、この 目からくる、ね、問題ね、まあ、LED のライトが入ってくるという問題もあるかもしれないんですけども、一番はですね、まあ、私が本当に見つけたですね、内臓のねじれや脳のねじれを守るための、こう強い腕の緊張ですね。肘、手首、手の指までこう緊張させている、ひどい人になると本当に指を変形させてまででも、ね、こう、まあ、もちろんこんな風には見せないけども、こんな感じで力が入ってしまっている。で、入ったままですね、結局この毎日のキータッチをする。これはやっぱり疲れてしまうんですね。ですから、腕を緩めてこの緊張を取ってあげる。ただ守るための緊張取りなんで、揉んだり、ストレッチをかけたりですね、温めたり、そういったことはでは取れないんですね。脳に働きかける、まあ、当院のような、まあ、日本でね、数少ない、緊張取りのね、整体をすることで、普段はリラックスしてて、そして、まあ、キータッチで使う。で、終わったら、またストンと力が抜ける。そんな形にすれば、まあ、日々のね、本当に、パソコンやめてくださいとは言えないんで、ね、本当にこのままこうやって、で、そのまま、こうやって家に帰ってしまうのと、ね、普段はダラダラしてて、その時はしっかりね、こう使えて、そしてまた帰る、家に帰る時はダランとする。まあ、そんな形の中で、パソコンのキータッチで疲れるような人は、本当にこの腕の緊張がね、当然、こういう前かがみで内臓潰しているんで、この、それを起こすための、すごい緊張がね、何年分か入っていると思います。ぜひね、この、世界でもね、稀だと思うんですけども、緊張、守るための緊張を抜くというね、施術、皆さんに、広めていきたいなと思っています。まあ、今度は東京12月7、8とね、目黒の駅前、で、サロンをお借りしてやりますんで、ぜひね、ご期待ください。そして、その後もですね、東京、大阪までね、足を運びたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。